これ私何年ぶりって感じ。お台場。何その顔。タコトン。タコトンじゃない。クソ、クソタコ。クソタコやん。すごい一日でいろんなとこ行くね。うん。でもあのルムイに住んでる男の子がここにいるって冷静に考えたら面白いよね。ゆいちゃんと一緒に行ったよ、行ったことある。あ、ほんと？一緒にデートしたことある。デート？あ、ゆじじゃん。で、なんで静香ちゃんの横座るねえ、絶対こっち座ると思ったのに気持ち悪いんだけどダブルデートねえみたい。これね、うん、これね、これから帰ってやろうね。嬉しい。あら、あら、あら。あと10回。ゆじと前ここ来たな。あれなんで来たんだ。カスおー、初めての店舗です。私今日コス着ててはずいんだけど。ん、ねえ、お花かわいい。前のさ、あの後ろもかわいい。後ろかわいい。なんでもない。あ、まあ、その日だけならいいけど。ん？その日だけならいい。うん、その日だけで。赤はちょっと派手。かわいいけど。かわいい。あ、いや、紫やだ。ティグレットかわいい。え、ディズニーもうそれだけ？え、かわいいそれ。ちょっとピックアップそれ。ピックアップ。いいよ。これも？いいよ。なんだろう。結局何も買わずゲームセンターでも何も取れる。でも朝から射的が得意だったら射的しに行く。え、あれ近い？うん、お台場なんてこの辺だけだから。そっか、射的をするためだけに来ました。そのためだけじゃないですか。あ、つぶつぶアイスも食べるため。つぶつぶアイス。ジジ、俺目離れてるよね。その悩んだと仕方ないでしょ。どう、ちょうどいい。気持ち悪い。クレープみたい。台場一丁目商店街。うわー、かわいいな。やる？いらないか
っちゃ何これ。これやる。どうやん。
これさ、よくよく考えたら絶対顔に当てはまんないよ。あー、いいな。はい、ちゃお。もしもし、あれだけど。誰？あれ、あれ。いいよ。何狙うの？食べたいやつ。すごうまくね。これ前に転がってくるの。え、あれどうすんの？あ、来た来た来た。あ、それ、それでもらえるってやつね。来た来た来た。一号機。やった。ね、あのチョコボールにして、あの水色。やだうまうまいじゃん。あとは超うまいけど。あ、ダメだった。コーダー味だった。やだ、うまくね。やばいじゃん、スナイパーじゃん。鳴らしてもらってなかった。バッテンチ落とせないよね。あ、やだやだ。はい、終わっちゃった。すごいね、うん、5発中4個と。かわいい。ぎゅうぎゅうに詰めた。あ、詰めたよ。ドラえもん。ドラえもん。あー、欲しい。あれ？リズム？来た。どれ行こう。あ、あの、あ、俺、あのやっぱね、そんな無理しちゃダメよ。前行きなさい。真正面に来た時に打たないと。真正面ね。だった？絶対取れるやつにしな。ドラえもん、ドラえもん、まだないから。ドラえもん、やったすごい。今まですごい簡単なやつ取ってるけど。でも1個100円で買えたと思ったらいいんじゃない。ゲームもできてる。やったね。うん、やった。ハッピーハッピー。めっちゃ楽しかった。やばい、やっぱ朝か。あの射的は特技って言っていいんじゃない。うわ、うまい棒13円ってやばくない。お菓子欲しい。買ってくれんの。うん、ありがとう。これ美味しい。54円のやつ5000円出したら怒られるから大丈夫。これも食べたいな。それ食べたいよ。でもお菓子いっぱいあるからそれだけでいい。うん、これ知ってる。知らない。朝香のピアスみたい。キャンディーなのこれ。いいよ、買えば。朝香買ってあげる。いや、いいよ。あ、これで俺デブになったやつだ。買えば。え、一個食べる。うん、ゆじデブのやつ。ゆじがデブ。あ、あれ、一番デブになった。落としたから。どうせ口の中で粉々になる。
なんでこの二人なの？謎すぎ。謎の感動の再会。あとあそここれも好きなの。これはいらない。これはいらない。いるんだよ。いらない。いるんだけど。え、何？駄菓子買わせてくれないタイプの人？いや、買っていいんだけどさ、だってあっちゃんの体が心配なの。何あれ、楽しかった。あっという間だった。今日うまっ、うん、かわいいしさ、優しい、おしゃれだしさ、かわいいし優しかった、うん、いいなと思った、ね、いいと思った。めっちゃ好きだった。見してゆじ、俺さ、マーガレット・ハウルかさ、あのホストだけの人間じゃん。でもそうじゃん。